はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。クロイツェルの K6 が入ってきました。すごいですよ。デザインもすごいですしね。まあ、なんと使ってる材料も半端なくすごい。いやー、久々に入りましたね。すごいですね。こちらです。木目のですね、神殿足ね。ちょっと凝ってるでしょこれ。足のところもこれ斜めにこんな風に彫ってあります。まあ、職人の多分彫刻刀で彫ってあるという感じですね。これは彫った木を貼ってある。これ全部手作りですよ。手で彫ってあるんですよ。こっち両側もね、こんな感じでしょ。で、艶消しの木目ですが、クロイツェル、ここのところにもすごいの入ってますね。これはまあ超高級ピアノ で、上は擦り傷はありますが、これはね直しますから大丈夫です。そして鍵盤、象牙です。象さんの牙を薄くスライスして作ってるね、象牙です。色が変色してるのはこれは、漂白しますから大丈夫ですが、まあ一枚一枚象牙ですね。ここで切り張りしてない、別に1枚2枚関係ないんですよ。どっちがいい悪いじゃなくてね、ですけど1枚象牙ですね。こういう風になってます。そして黒檀、黒鍵が木でできてます。ほら木の模様入ってるんですよこれ。ね、こっちの光の方がいいかな。ちょっと茶色っぽくね、木の模様がもう本当に普通プラスチックですからね、鍵盤はね、この木のもう本当に指が垂直ついていくようなそういう木材の感触という。まあこんな高級なピアノ今なかなかね、なかなかないですね。本当に。支柱は5本支柱、鏡板、わあまたこれ、いい鏡板ですね。目の詰まったいい鏡板、なんかこんな書いてあります。はい、これはですね、大阪の池田からね、池田のお客様から買い取った、一般家庭からね買い取ったピアノです。 K670417 という製造箱ですね。こんな風に布が入ってますね、高級な感じで。いつ頃のピアノなのかな。昭和53年頃ですね。はい、もうピアノ絶頂期ですね、の頃のピアノになります。さて音を聞いてもらいますが、狂ってたらごめんなさいね。まだ何も確認せずにいきなり取り始めてますからね。今日は E フラットのコードから。おー、調律ができてません。あ、太い。おー、重低音。これくらいにしておきます。あ、いいですね、低音。はい、音狂ってるのでね、これぐらいにしておきます。あとハンマーファイリングという調整をします。それすることによって、今ちょっと柔らかめの音ですが、もうちょっとクリアな音にね変わると思う。音はもう間違いないですね。持ってる潜在能力は半端なくすごいので、ハンマーの調整とかタッチの調整することで抜群に良くなります。復活しますので、これはちょっと狙い目だと思いますね。こういうクロイツェルのこういう高級なものをちょっと探してた方は、もうとにかくすぐに連絡ください。もう一台限りですからね、よろしくお願いします。クロイツェル K6 のご紹介でした。それではさよなら。